ケーストリーム。皆様こんにちは。今日は2番街のコレクティブハウスから放送しております。まだ梅雨明けもしておりませんけれども、大変暑い日が続いておりますね。熱中症なんかには十分気をつけてまいりましょう。それでは今日のプログラムを紹介します。大瀬優子のおいしいサロン、その1、柏の葉ニュース。大瀬優子のおいしいサロン、その2。そして先日、柏の葉キャンパス西口で開催されました七夕フェスタの様子をビデオでお送りいたします。それでは大瀬優子さんのおいしいサロンから始めましょう。今日はママティの篠原新年さんをお迎えしております。ママティって何だろうと思ってらっしゃる方も多いと思いますので、今日は詳しくお話を伺いましょう。それではお願いいたします。大瀬優子のおいしいサロン、今日のゲストはですね、先ほどもご紹介ありましたママティの篠原新年さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず先ほども話は出ましたけど、ママティとはそもそも何ぞやというところからお話聞きましょうか。はい、はい、ママティはですね、ママさん5人で作っている TX 沿線の、はい、ママが一番関心を持っている子育て系の情報を集めた育児情報サイトになります。で、作られたのが、オープンしたのが去年の9月ぐらいで、まだちょっと半年ちょっとぐらいしか経っておりませんけども、すごい情報量ですからね。はい、で、中身を説明させてもらいますと、はい、まずはTX 沿線を軸にしておりますので、沿線で開催されているいろんなママさんが子供を連れて参加できるようなイベントのイベント情報を、毎週掲載しています、はい、そしてもう一つは、我々と同じようにいろんな、スキルを持っているママさんが子育てをしていながらも自分のスキルを生かして、自宅でサロンだったりとか教室だったりとかを開催しているママさんもたくさんいらっしゃいますので、そういうママさんを応援するためにママティーチャーっていう名前をつけて、ママでティーチャーって言ってママティーともかけているんですけれど、ママティーチャーのコーナーではいろんな自宅でサロン開催しているママさんを取り上げて紹介をして、みんなで一緒にその TX 沿線、TX の沿線を盛り上げていこうというコーナーもあります。そして定期的にいろんなイベントを開催したりもしております、というようなところです ね。今こんなチラシもありますが、ありがとうございます。検索はママティで検索すると出てきますか。そうですね、出てきます。はい、で、この前常陽新聞さんにも載せていただいたんですよね。そうですね、取材そうだけど、もっと楽しくということで取材をされていますが、ここにも載っていますが、このように TX 沿線の情報を、ウェブで発信ですが、特に子育て、乳幼児、そうですね、大体生まれてから3歳4歳ぐらいまでのママさんを対象にしてますね、はいはい。篠原さんがこのママティを作ろうと思ったきっかけは、きっかけはですね、もともと子育てをするまではずっと都心で普通の会社員として働いてまして、はい、子育てをし始めて初めて、地域に毎日いるっていうことになりましたけども、他の TX の沿線の他の駅も共通だと思うんですけれども、TX 沿線は最近 TX ができて新しく作られた各駅、各エリアで、なっていると思うんですけれど、そういうところで子育てをすると本当に情報が全くなくて、古くからある町とかですと回覧板だったりとかそういうのがあるじゃないですか、そういうのが一切ないので、毎日行って何をしたらいいかがわからないし、住んでる人たちもきっといろんなところから来てるから新しいし知り合いじゃないし、本当そうなんです、でマンションに暮らしてまして、私自身が、そうすると本当にもう閉鎖的で毎日、子供と私と2人で狂ってしまいそうな環境で、でもとにかくすごくこう活動的なタイプなので、動きたいと思って、
それで何もなければ、まあ、自分で作っちゃえばいいんじゃないの、うん、っていう本当に軽い気持ちでまずサークルを立ち上げて、うん、はい、でそのサークルを1年ぐらいやっていまして、はいはい、それで育休の期間が終わりまして、で育休を明けてもう一回会社元の会社に復帰して半年ぐらい働いていたんですけれども、はい、でも前の、まあ、職業柄出張とかも多かった職業だったんですけれども、はい、そういうのもできなくなりますし、はい、当然事務系の仕事はいいんですけれど、うん、営業だったりとか外回りとかそういうのもできなくなりますので、うん、前のように働けない、うん、でもだったら何この働くことに対して何も楽しくなくなってきまして、うんうんうん、でまたまあサークルやってる時の方が楽しいなっていう、でママでもできるとかよりも、うん、ママだからできるっていうことをやりたいよね、だからこそできるっていうことをやりたいなと思って、うん、もう決心して会社を辞めて、はいはい、でサークルだけではもう満足できなくなってしまいましたっていうのもありまして、はいはい、でたまたま、まあ何人かもともと一緒にいろんなことをやってきたメンバーも、はい、同じママさんも同じことを考えてる方がいましたので、うん、それでみんなで一緒になってこういうもっとたくさんのママさんが我々の共感我々のようにまあ共感を持ってもらえて、たくさんのママさんがもっとこれから子育てを楽しんでいけるようにサイトでも作りましょうかということで作りました。なるほど。ここにも書いてありますね、新聞でも、子育てだけでなく自分自身がやりがいがあることをしたかったっていう、そうですね、皆さんが参加してるママだからこそできるっていうことをやりたいなとみんなが思ってやってますね、はい、そうするとそのみんなここで情報を発信してる側は現役のママさんなんですね。そうです、みんなママさんで、うん、で2、3歳ぐらいのママさんでみんなやってますね、うん、はい、なるほど。なので生の声ですね、まさしく生の声ですね、はい、ね、でこれからはどんな風にマナティを成長させていきますかね、はい、もともとはもう固定メンバーで何人かで、はい、柏の葉を拠点に一緒にやってきたんですけれども、はい、TX 沿線の情報サイトということもありまして、どんどん沿線にこれから広げていきたいというふうに思ってまして、うん、土台はできておりますので、うん、で沿線に広げていくにはもう自分たちで出向くのもいいんですけれど、うん、やっぱその駅に住んでる人しか知らない、はい、知れないような情報もたくさんありますので、うん、それぞれの駅の背景も違いますので、それぞれの駅の情報がやっぱり生で声を出していただきたいと思いますので、その駅にいるママさんに、まあ、ブローガーだったりとか、うん、もしくは団体さんにちょっとブログを書いてもらったりとか情報提供してもらったりとかすることで、各駅の生の情報を集めていきたいと思いますのと、あとはいろんなプロジェクトを動かしていて、たくさんのママさんにサークル感覚で参加してもらえてたらいいなと思ってます。そうすると、子育てがだんだん子供が成長すると同時に、人も変わってきて、その新鮮な情報をいつも与えられるような環境を作っていこうっていうのが、そうです、はいはい、ママティの魅力なんですか、魅力になっていくのですかね。魅力になっていけたらなと思ってますので、メンバーも積極的に体制を作って、積極的に卒業していって、はい、積極的に次の、はい、メンバーを育てていくっていう風にしていきたいなと思います。そうですか。でも、まあ、ここまで来るにも大変なこともいろいろありましたね。たくさんありましたね。ウェブを立ち上げるというのはデザインすることもそうですし、そうなんですね、取材することもそうですし、もちろん子供がそばにいるわけですからね。そうですね。でももう本当におっしゃる通りで、みんな誰一人その IT 系の専門家はいませんでしたので、本当に情報を一つ載せるだけでもすごく苦労してました、最初は。でまして子供がそばにいますので、うん、もう邪魔って言ったら子供に申し訳ないんですけれど、はい、もう本当にいちいち入られて、はい、10分でできることが30分かかってしまうとか、1時間かかってしまうとか、うん、まあでもそのやってるうちにだんだん子供のわーわー言ってる声が聞こえなくなりますからね。そうなんですよね。まあそうやってね、やっと、頑張って作ってきて、でもやっぱり思いがきっといっぱい詰まってるから見てて楽しいですよ、ワクワクします。ありがとうございます。はい、それでは後半はさらに、食のことについて、ママティの深く掘り下げたことについて聞いてみたいと思います。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ここで柏の葉ニュースをお伝えします。絵本の読み聞かせと手遊びの広場のお知らせです。
日時は7月28日月曜日11時から11時40分開始5分前までに受付をお済ませください。場所は町のクラブハウス。対象は2歳前後のお子様までです。参加費は無料、予約もいりません。もう一つありまして、柏の葉の街づくりを見に行こう、白陽メンズクラブ主催大人の社会科見学第4弾です。日時は7月22日火曜日9時45分から12時45分集合は9時45分柏の葉キャンパス駅前、改札前で集まってください。対象は60歳以上の方、参加費は無料、定員は先着30名です。予約がいりますが、締め切りが7月15日ですね、今日なんですよね、お急ぎください。お申し込みはお急ぎください。北北センター、柏北、包括支援センターまでお電話ください。0471408818、 0471408818 です。それではよろしいでしょうか。大瀬優子のおいしいサロン後半その2をご覧ください。後半ということで、伺いたいと思いますが、まあ、ママティーをやっている子どもたちがいっぱいいる中で、食ってどうなんですか、食事情ってどんな感じですかね。食事情ですか、うん、食事情、最初、まあ、子ども0歳児から母乳だったりとか、はい、ミルクだったりとかする時期は、はい、最初はすごく大変だったんですけれど、うん、今うちの子はもう3歳になりまして、はい、今考えれば、うん、その時の方がまだ楽だったんですよ ね、 ね、与えるものが限られていて、ミルクだったり母乳だったりで済ませられるんですけれど、はいはい、まあ、持っていけばどこでも出かけられるんですが、うん、今3歳ぐらいになりますと何でも食べられるようにな、大人と同じだもんね。そうなんです、大人と全く同じなんですけど、うん、逆にすごく最近個人的にも困ってますし、はい、周りからもいっぱいはどうしようっていう声も聞きますけれど、はいはい、何でも食べられるから何を食べさせたらいいのっていうのが分からないんですよ、ね、何を食べさせていいか分からないっていう。そうなんですよね、うん、本当に一食一食すごく頑張るお母さんもいらっしゃると思うんですけど、はい、私自身も手抜きタイプなので、いやいや、まあ、1日トータルって考えるとかぐらいで、まあ、一食一食こだわらずに食べられるものでいいかなとかも思いつつ、はい、でも本当は3歳児だったらちゃんと栄養っていう意味ではこういうの食べさせてこういうの食べさせないとかっていうのあるんでしょうから、うん、もうちょっとそういうのを提供できるようなイベントだったりとか、うん、情報だったりとかをママティーとしても発信していきたいなと思ったりしているんですけど、ね、お菓子もちょうどね好きな時期ですよね。本当そうなんです。最新のもっていうよりもお菓子の方が本当に好きで、いろんなものをお菓子として見立てて食べさせても、うん、やっぱりあの袋菓子のあのスナック菓子の方がどうしても魅力的で、はい、あの塩さ加減で、ね、何が好きなの、なんていうメーカー名言っていいのかな、どんなお菓子が好きなの、はい、具体的に言うと具体的にエビせんだったりとか、はいはい、あとまあ、うん、本当の砂糖でできてるラムネだったりとか、ラムネちゃん、うんうん、ラムネなんで食べさせたらもうドーンと食べてしまって、うんうん、本当に、うん、あとは普通におせんべいだったりとか、うん、普通なんかカールコーンとか、うん、そういうの最近いろんな普通に本当は大人のお菓子なのに、うん、小さく個装されて、うん、ありますね、その子供用のご連のお菓子として売られたりとかしてますから、はいはい、もう自分で買っちゃいますからね、うん、こっちの目を盗んで、まあ、まあ私これって言って行くとそういうことをされちゃうので、はい、レジの前ではいらないとも言えない買ってしまって帰りながら食べるっていうようなことで、うん、もう本当に私は緩いタイプなんであれなんですけど、うん、うちもよくいろんなイベントをやっていると、はいはい、たくさんのママが集まると、うん、まあ、たくさんのいろんなタイプの方がいるなっていつも思うんですけれど、全く食べさせないっていうタイプのお母さんももちろんいらっしゃいます、はい、程よく、まあ、たまにちょっと食べさせて、うん、どうしてもっていう時はもう早速ご飯を出して食べさせるとかっていうお母さんもいれば、はい、本当に耐えずに欲しいって言ったらもうどんどん食べさせるっていうタイプのお母さんもいますので、はいはい、私個人的にも周りの話を聞いても、うん、お菓子が完全に悪いとはもちろんみんな思ってないので、うんうん、
食べさせているっていうのもありますけど、はいはい、どれぐらい食べさせたらいいのかとか、うん、どういうものだったらこれぐらいの程度だったら大丈夫だよっていうのも知りたいですよね、うんうん、あとお菓子と食事のバランス、はい、お菓子はたくさん食べさせたら食事は食べれませんよとか、はい、まあ、もちろん分量の話食べれなくなっちゃうっていうのもあるんですけれど、でも本当に食事が大好きな子だったらいっぱい食べても食べてしまうっていう、そうね、食事も食べるっていう、うん、まあ、でも多分食べなくなっちゃうね、食べなくなっちゃう、最低の子はお菓子食べると、そうですよね、うん、そういう意味で、まあ、食べさせたくないけれどちょっと何かやりたい時にちょっと食べさせるぐらいはいいかもしれないんですけど、うん、あと一日ずっと一緒にいるとやっぱり、はい、そうだよね、なんかやりたい時にちょっと与えるっていうのあるじゃないですか、おとなしくしてくれるみたいな、そうなんですね、はい、家事やりたい時とかっていう時に、はいはい、まあ、こういうものだったらこういう量で大丈夫ですよっていう話も、まあ、大瀬先生だったらもちろん私だ知ってらっしゃると思いますので、私に振られてきましたけど、はい、そうですね、そういうのも今後一緒にね、いろんなイベントだったりとか情報提供だったりとか、ね、一緒にできたらいいなと、うん、子供はやっぱり小さい頃から食べることっていうのを教えてると、はい、なんと最近もう準備を曇ってますけど、昨日一昨日ぐらいに発売した10歳からの料理教室っていう本を出版したんですけど、ちょっと12冊目にもなってしまうんですが、その本の中でこれは食の、子供が一人でご飯が作れるようになる本なんですけど、でも全然3歳でも包丁とかが大丈夫であれば親と一緒だったら全然できると思うんですけど、ここのところにも書いてあるんですけど、もともと子供ってきっと料理好きですよ、だから粘土遊びみたいなもんじゃないですか、ハンバーグこねるとか餃子の皮包むとか、ね、なんかそれを一緒にやって食にもうちょっとこう興味を持たせるとか、例えばその袋菓子がすごい大好きだけど一緒にクッキーとか作って、なんか作ったやつを楽しんで食べるとか、何かちょっとでもこう何ですかね、買ってきたものを単に与えるだけじゃない何かがあるといいなというふうに思いますけど ね、やりましょうね、ぜひ教えてください、そうなんですよ、なのでそんなことも楽しみながら、食をね勉強していければいいなと思いますけど、ママティでもそういうような、内容を少しずつ入れていってください、ぜひ食の入れたいと思いますので先生お手伝い、はい、ありがとうございます、ぜひ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 専用のコーナーも用意したいと思います、ね、なんかこう言ってるとなんか本当に来月ぐらいからなんか出てるかもしれないんですけど、はい、な本当にこのまんまの大瀬優子の推しサロンの内容をもうちょっとこう食に特化した内容をもうサイトの1ページとして用意しますので、ぜひ、そうですね、で基本的にはやっぱり食べることって楽しいことなので、そうですよね、はい、楽しいなと思ってもらえるようなことを、本当そうなんですよね、うん、子供3歳とか4歳ぐらいになると本当に遊ぶことが大好きなので、ね、っていうのは身体能力的にもいろんなことがもう手も細かく動けるようになりますし、走る飛ぶとかできるので、もちろん遊ぶことも楽しいからすごくやりたいんですけれど、そうすると食事に対してちょっと興味が落ちるっていう時期も出てくると思うんですけれども、うん、そうやって一緒に先生がおっしゃるように一緒にお料理作ったりとかすることによって、うん、食に対しても遊びと同じ感覚で興味を持ってくだされば、そうなんです、こっちも楽しいですし、食べることもイベントにするとか、ね、作ることもイベントにすると子どもたちきっと食が気になると思うので、やっぱり自分の体を作ってる元だし、あとやっぱりなんかできたっていうのってすごく自立する気持ちにもなると思うので、ぜひぜひそのチャンスをお母さんたちいっぱい与えていただければと思いますけれど、ね、まあ、でもこのママティでもそういう意味ではどんどん進化して新しい情報をたくさん紹介していくと思いますし、ね、この界隈の情報だけではなくもっと広い沿線情報が充実されてくると思いますので、ぜひママティ検索して見ていただけたらなというふうに思います、ぜひよろしくお願いします、はい、では、今日は、そんなわけでママティの、篠原さんにお話を伺いました、どうもありがとうございました、そう、ありがとうございました、どうもありがとうございました、とっても楽しいお話でしたね、次は、七夕フェスタです、7月5日から4日間にわたりまして開催されました七夕フェスタの様子なんですが、とても変わりやすいお天気でしたけれども、たくさんの皆さんに楽しんでいただきました、その様子をビデオでご覧いただきましょう、
ばんはでいいかな柏の葉キャンパス駅の西口 UDCK さんの前から番組始めます。柏の葉キャンパス駅西口七夕フェスタにお邪魔させていただいてます。ブラブラ歩きで皆さんにご紹介していきたいと思います。あ、すごい、スペースシャトルの絵が柏の葉ジャパン、柏の葉から行き先は月になっていますたくさん見どころがあるようなんですが、柏の原っぱでモンベルアクティブイベント&レストスペースというのがやっているようなので、ちょっとそちらに行ってみたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。すごい風が吹いてきて、気持ちいいですね。ちょっと暑すぎたしね。そうですね、暑かったですよ今日は。氷なんかがね割と売れてた。そうですね、今日はきっとビールも美味しいですね。あのアーティフィシャルフラワーといって、素材はほとんどポリエステルでできた布のお花になりますね。はい、お花を仕入れてきて、でアレンジを私がやっています。はい、近年このアーティフィシャルフラワーっていうのもすごい染め物の技術とかが発達してきて、もうほとんど生花に一瞬見えてしまう。多分遠くから見たらあれって思われたと思うんですけれども、そのぐらい質が高くなっているので。チンってリースっていうとクリスマスしか飾らないイメージなんですけど、もう全然可愛いので一年中どこにでも飾っていただきたいなと思います。ございました。あの、私の作ってる品物は全部私の一人の手作りなんでね、今から 4,50 年前の品物がほとんど、全部あの保存剤一切使ってません。最近は食生活が変わりすぎましてね、で、あの、まあ、30代40代のお母さん方にとってはこういう品物知らない、あの時代が変わりました。でこれで、はい、すみません、はい、ありがとうございます。雨細工、あ、すごい、今日は強風のため雨の状態がすごい。これはあのハサミでこう切ったりするやつですか。ありがとうございました。が柏の原っぱね。原っぱっていう響きがいいですね。そうです ね、 ね、なんか広場なんて言ったんじゃね、ちょっと風情がないけど懐かしい感じがして、ね、すごいいっぱいお店が出てますね。これは何でしょう、電気自動車シェアリング、中見てみましょうか。コンパクトです ね、 ね、2人乗り、色が綺麗ですね、グリーンでかわいい。あ、ここも開くんですね。ここがバイクもあるんですね。中行ってみますかね。海賊屋今から来てるんで、アクティブイベント&レストスペース。あー、なんかもうちょっとテントとかがゴンゴンこう立ってるのかなと思ったんです。奥にあるんですかね。じゃあもうちょっと奥に行ってみましょう。風が気持ちよく、気持ちいいですね。本当ここで生ビールね。そうですね、傾けたら答えきれないので、もう新しくできたばかりなので、やっぱり綺麗ですね。綺麗ですね。でも確かにもうちょっと密度なんですか。豆腐屋さんがなんか豆乳プリンとか美味しそうです。美味しそうね。行ってみましょう。あ、豆腐ドーナツ、豆乳プリン。こんにちは。東口でお豆腐やってます、小熊豆腐店と申します。初めてですね、柏駅の東口の市役所通りのところで、そう、今年でちょうど50年になるんですけど、すごい、わかりましたか。あの豆腐屋さんです。ありがとうございます。あの豆腐屋さんでやってるドーナツとプリンと今日アイスを持ってきて、あ、おからじゃないです、うちは絹ごし豆腐です。だから時間が経ってもあのね、こう固くならないけどもちもち感が残るんです。あ、ふわっともちもちしてるような状態。優しい味、優しいお豆腐になるんですね。食感、プチプチって食感がちゃんとあるんですよ。順番に食べたいよ全部食べてきました。ありがとうございます。あの、行列ができてますよね。小菅パンさんだ。ご存知ですか。知ってます、小菅。有名なんです。有名ですよ、小菅。本当だ、すごいことになってます。すごい、なんか飛ぶように売れています。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。はい、何やら大道芸が始まったようなので行ってみませんか。あ、本当だ。再び柏の原っぱへ戻ってきました。今ちょうど大道芸が始まりましたんで、ちょっと覗いていってみましょう。知ってる。あ、そうです、なんか見たことあります。見たことある。あ、これか。うん、これいや、久
して。さっきのこれ。これね。すごい粘りなんだな。見てる方がすごい、思いがけずいっぱい買ってしまいました。いろいろ仕入れられて、はいはい、そういうのところてんすごかったんです。初めて見ました。あ、そう、昔はもうお店行ってところてんとかで気をつけましたけど、そうなんです、うん、戻ってまいりました。短冊が光り輝き出してますかね。すごい上手ですね、これ。世界中が幸せになれ、すごい。あと家族でハワイ旅行に行きたい。私も行きたいです。泳ぐのが楽しみになりますように。いいですね。なんか来年食べられなくなっちゃうかもしれないですよね。あ、プリキュアになりたいなんていうのは、採用試験に受かりますように頑張ってください。あの、一通り見てまいりますけれども、はいはい、昔ながらのところてん突き出すやつ、ね、なんかあの、ね、普段見ない面白い道具が見られて、そうですね、でトルコアイスがすごかったあれ本当に冷たいんですかね。冷たいんだと思うなんかやらく粘っててね。ゲートスクエアもすごいオープンして、ここすごい風が抜けてとても気持ちがいいの で、ね、ぜひ皆さん遊びに、夕方からね、浴びかけて、はい、外ラビキには受け付けですよね。そうですね、はい、ということで本日は七夕フェスタ取材でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の放送は皆様いかがでございましたでしょうか。無事に終わりましたけれども、まだまだ緊張感が漂っておりまして、あのスタッフも一生懸命頑張っております。今日はそのスタッフの放送に、あの放送に携わりましたスタッフをちょっとお名前だけ紹介させていただきます。カメラは国さん、カシオビアさん、ミキサーダンチッコさん、レイコさん、タイムキーパーノリリンさん、プロデューサーライラックさん、総括はガバさん、 MC は葉っぱでした。この次はお顔も見せていただきたいと思います。次は来週22日1時からです。次回もぜひご覧ください。それでは皆様、今日はさようなら。今日の放送はケーストリーム。